はい、じゃあ行きますよ。はいはい。えヤマステネーム、パピプ、なんだよこれ。ヤマステネーム、パペピプペポッパさんからです。はいはいはい。これもう嫌なやつですね、この人は。うん、えー、えー、キーワード、哺乳瓶。哺乳、うん、<laughs> マジか。うん。えー、次行 <laughs> <laughs> まあまあまあ、次行こう。ヤマステネーム、シルクさん。はい。豆乳。あ <laughs> あ <laughs> <laughs>、なんだろう。 なんだろうね。なんだろう。これやっぱり横島な俺はね。ちょっとなんだろうこう髪型。切ってるね。カチ <laughs> 引くね。ね。 なんだろう俺なんかこうねこれはまあねあのまあネット配信でやってますけどそ俺何だろう俺別の放送局でやってるラジオのテンションになってきた <laughs> あの <ー S 1>、うん、ちゃんと後で編集とかしてくださいよいやまあするとは思うけど多分そこまでしんざっくりとしたものになんあると思うよ、うん、そうですかね、うん、あのねほんまあ言うてもね、うん、だって豆乳と哺乳瓶でしょそうです <laughs> 全然ねそんな別に変な行動じゃないですからいやこぼれちゃったえみたいな感じでしょだからエローの発想が多くですかんかダメだ俺ダメだダメだダメだ最近んだろうあのごめん夏だし言い訳になってんのかなそれうんちょっと開放的になっちゃってんだじゃあいきましょうかねじゃあ告白スタートああやっぱ 夏は哺乳瓶で飲む豆乳がうまいなぁ。<laughs> あ、お前ちょみんなよ俺が哺乳瓶で豆乳飲んでるところをさぁ。え、お前も飲みたい俺のだって。<laughs> でも、やっぱり夜は、お前の豆乳飲みたいな。<laughs> まあそうなるよね。 だからちゃんと編集はって言ったのはそういうことですから聞いてる皆さんにはどう聞こえてるかわかりません何を言ってるかわかんないですけどまあまあまあ一応判定していただきましょうか判定はブブーということでんでか教えてくださいじゃああまあ普通のこと言われたねだから霜がどうのとかそういう話じゃなくっても全然告白になってないあちなみにお前の投入って何 お前の豆乳お前の豆乳っていうのは、だから、その、なんていうのこうやって気持ちを、ちょっと恥ずかしがり屋なんですよ、要は。直接好きだっていうのは言いにくいと。だから、あの、自分の俺の大好きな、ね、この、ま、哺乳瓶で豆乳飲むのが大好きだから。お前の豆乳とは、どこにかかるだから、お前のね、その、溢れでんばかりの、要は、もう、フェロモンですよ、だから。フェロモンフェロモン、だから別にそういう。は期待として出ねえぞ。 だからそれを出るぐらいの、うんうん、逆に達人さんと同じパターンです。うん、あのー、僕からちょっと言いにくいから、うん、逆に君のそのフェロモンで、僕を酔わせて、うん。お前がドロドロのシャバシャバを出せよと。そういうことですよ。 知らない間に家事がすごいなんかこう大人になってる知らない俺こんなコーナー知らない大人になってるもうすごいびっくりしただから嫌だったな純平さかい個の家事だったらこれ完全にスルーするところなのになんか今日夏だからかだから純平さんのラジオは嫌だよ <laughs> よしあの仕切り直して次行こう俺まだ2.5ポイントですからね頑張、ね、んないとバいっすよえー、こちらでございますはい、はい